はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アドレス、長谷川です。デスストランディング、続きをやっていきたいと思います。さあ、デスストランディングね、ついに最後のエッジノットシティへと向かいたいと思います。建設予定地ね、この中継地点か。ただ、150キロのものを持っていかないといけないので、なかなか大変か。さあ、一応必要な物資は先に用意しておいたんで。あー、持てないか。さあ、行きましょう。でね、できるだけ、この、バイクで行こうかな。バイクで行って、やばくなったらフローターで歩いて持っていく。とんでもなく遠いからね。どうしよっかな。てか、エボデボ学者のところまで、これで、あれで行きゃいいか。ジップラインで行っちゃえばいいか。んで、そこで向こうにあるなんか、バイクとかを使って、ギリギリ行けるところまで行くっていう感じで行こうかな。よいしょ。ジップラインもね、もうすべて引いたんで、もう好きなとこ行き放題です。よいしょーん。あれ、こっちじゃなかったかな。まあ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 、こっから、ほい。まあ、この山の裏の方だからね。ゲボゲボ学者はこっちから行けるはず、行けるように確かジップ通したはず。おい、んで、いやーでもなー、 BT が怖いなー。ここら辺ほんと歩きだときついんだよね、雪山。とにかくジップラインでできるだけ危険とこまで行って、バイクで、あとは行くと。同じ説明を何度もしますけれども。たくさん聞いていってね。あ、ここかな？うん。車もめちゃめちゃ破棄されてる。あれに乗っていこう。車ね、いいんだけど、あれなんだよね、やっぱあの、急な坂とかね、登れないんだよね、地滑りして。よし。このなんか灰色っぽいとこ、いけんのかな？多分ここで、なんかすごいうねうねしていかないと多分、めんどくさいことになりそうかな。ほい。よいしょ。借りまーす。出発だ。あれ？これもしかして引っかかってる？大丈夫か？こっちでね、多分ね。こっから左の方にずーっと行くっていう。これどうかな。ここどうなってんだろう。このね、この何もないとこ通りたいのよ。ちょ、左行っとくか。さあ、どうなるやら。大丈夫かな。ああ、これ怖いぞ。怖いぞ、こすぐ。やめといてあげるかもしんない。行けるか？あ、後悔しそう。大丈夫だ、サム。
もう壊れるとかどうだっていい。中継さえできれば俺はどうだっていい。よしよし、オッケー。ここから、うわー、やっちまったかもしれん。俺ならいける、いける。よし、頑張れ。どうだ、うまいこと、うまいこと言ったか。頑張れサム、うがんが言わないで。よし、オッケー、なんとか来れた。来たー。あとはこっちだね。こう行ってここもどうなってんだろうな。ここどうなってんだろうな。とりあえずここまで行こう。こっちか。よいしょ。さあ、もう周りでもね、友達もちらほらクリアしたっていうのを聞いて、俺ももうそろそろクリアなんじゃないかなと思いつつやってるんだけど。よいしょ。キャイラル通信街出た。やばい、もう荷物めちゃめちゃダメージ食らってる。お？あ、テロリストいるんだ。どうも。こっち行けんのかな。んー、こっち行こうか。よくやるね。さあどうなってんの、ここ、この先どうなってますか。嘘でしょ。どうする、いけると信じよう。信じるしかない。もう俺にできるのは信じることだけ。ゆっくり行け、大丈夫、ゆっくり行け、大丈夫。ブレーキ踏みながら、おっ、頑張って頑張って頑張って。やばい、なんか言わないで。よし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 、大丈夫だサム。よし、すごい広いな。あ、曲入ったんでカットです。了解。さあ、だいぶ痛めつけたけど大丈夫なはず。はい、うん、お、 S だ、よかった。うん、配送端末にアクセスしてカイラル通信をつなぐんだ。うん、なんか怖いな、なんか起きそうな気がするな。ヒッグス来そう。これはいつも通りのやつかな。うん、いつも通り。よし、もう少しだ。うん、君のおかげでここまでつながった。うん、タールベルトを西へ渡ると最後のエリアだ。アメリまであと一歩、アメリカの復活まであと一歩だ。エッジノットシティに向かってくれ。ここにはスタッフを派遣しセーフハウスを建てる。うん、やがて新たなブリッジズの拠点として蘇らせることができるだろう。タールに沈んだ仲間たちの意志を継ぐことも可能になる。君のおかげだ、サム。さあ、タールベルトを渡る方法を考えよう。うん。え、言うてますけど。
なんか結構メールが来てるぞ。タールはあの世のものを座礁させるエボデボ学者。サム、あなたが回収してくれたタールを調べてみたの。みんなタールって呼んでるけど、これまで地球上で知られていたけど、どんな物質とも違う。最大付きのアンモナイトが埋まっていた地層に含まれていたタールもそうみたい。調べた限りでは他の時代の地層にはタールなんて全く存在していない。つまりあれは絶滅期にのみ現れる物質。不思議なことに分析のためにタールに投射した物質の一部がどこかに、多分ビーチに違いないと思うけど、消えてしまうことがあった。あなたが核爆弾をタールのクレーター湖に投げて爆発を回避できたのは、湖があの世につながっていたせいかもしれない。反対にあの世のものをこちらの世界に座礁させるということもありそうねと。過去にあった建物や町がタールの中から浮上してくるという、あるね。BD と戦うときになりますもんね。タールに侵食される前の地形が復活したという話があるの。もしかしたらタールからそんな過去を呼び出してうまく使うことだってできるかもしれない。ここであえて BT と出会ってっていうことかな。頑張ってください。タールベルトを渡れしか出てこないんだね。アーロンヒルの冒険。あるポーターが BT に襲われた時、地面から湧いてきたタールから岩とか建物とかが出てきたことがあるそうだ。それは過去の地形だっていうんだ。それをうまく渡って BT から逃げた。やっぱそうだね。ここで座礁して、過去のあれを浮き出させて向かうしかないのかな。でも BT いないんだよね。ここでしょ。ほい。西へ行くにはここを渡るしかない。しかし残念ながらこれは我々が用意した建設装置で渡れるような規模ではない。だが方法はあるはずだ。諦めるわけにはいかない。アメリカ再建まであと一歩なんだ。なあサム、君のこれまでの経験から何か思いつくことはないか。さっきのやつです。 BT を出して、あ、来た。噂をすれば、こっちかな、いるとしたら。お、よし、座礁するか。それしかない。はい、さあ来い。チャージ式グレネードとか拾いたいな。あ、アサルトライフルゴム弾、よいしょ。これだけ拾う。拾わしてくれ。はい。落とすよね、そりゃね。そりゃ落とすよね。さあ、座礁して。なんだこいつ。クジラ？これしかない。よし。道は合ってるか。行くぞサム。そう、多いな。よいしょ。これ捕まったら即死とかじゃないよね。即死臭いな、怖いな。よいしょ。
よし、スピードスケルトンで来ればよかったな。そうか、その方法があったか。うん、見事だサム、君のおかげで希望が先へつながった。よし、そうですか。うん、ちょっと登れないな、これいかにも登れそうなのに。あ、登れた。もうちょい、よいしょ。おお、楽しそう、テンション爆上がりです。よいしょ、大丈夫か。さあ、まだ先、ちょっと一旦全部消そう。マーカー全部消して、違う、ちょっと、よし、 OK。 本当にまっすぐだな。おっと、あれ、え、あ、大丈夫か、死んだかと思った。なんか黄色いぞ、やばい、これ金色ってやばいんだよね。金色って即死なんだよね、確か。そう、金色のなんか攻撃とかあれはなんか即死だった気がする。知らないでおなじみのサムもさすがに死んでしまうという。ちょっとこれ撃ってみようかな。どいてー、ルーのストレス、俺のストレスも考えて。大丈夫か。あ、また光ってる。あそこ、あそこにタイミングよくグレネード入れたらどうなんだろう。あー、でもダメージ判定がないね、もうね。あれはもう倒すもんではないってことね。倒しちゃったらこの建物全部消えるしね。よいしょ、なんか登れないんですけど。よいしょ、もうちょいだ。よいしょ、怖い怖い怖い、急げサム、もうちょい、おう、すんごいいろんなとこうようよしてる。おい、あ、痛い、やばい、ここに来られたらやばい。よいしょ、アメリす、なんであんなとこ棒立ちしてんの、なんで、なんで手振ってない。ちょっと拡大、普通に手振ってるこの状況で。待て、やっぱり頭がおかしいとは思っていたが。よいしょ、アメリ、ヒッグスとグルデしたパターンか。うん、
ちる落ちる落ちる、ロンドン橋落ちる、マイフェアレディ。現実か。大きな声を立てるな。彼女が逃げてしまうぞ。あそこだ。彼女の匂いがする。お前が繋いでくれたおかげで彼女の居場所が特定できた。礼を言わせてくれ。どうもありがとう。サムブリッジスですね。中身は壊れ物。いや、すべては壊れ物。俺もお前もな。仮面をかぶっているのは俺だけじゃない。お前のボスも、あの女も、そして、うん、そう、お前もな。ああ、わかる。仮面のままでいるのも楽じゃない。お前も俺も仮面を外す時だろう。なあなあなあ、これは何だ。うん、そうそうそう、そうだ、そのアメリだ。この辺りのビーチに潜んでいる。よし、俺と競争をしようか。うん、どちらが先に絶滅を手にできるか。絶滅の前では誰もが紳士になれるはずだ。俺もお前も仮面から解放される。しかし、お前は絶滅の素顔に耐えられるか。さあ、ヒックス、ついに戦うんだろうな。サム、聞こえてるか。うん。我々がアメリにたどり着くには、まずカイラル通信をつなぐしかない。配送センターにカイラル通信をつなぐんだ。カイラル通信の全てがつながるまでは、そう簡単にアメリがヒックスに見つかるはずはないだろう。焦るな、確実に行くんだ。うん、
もうも向こうには戻れないのかな。あれか、フラジャイルジャンプでしか無理なのかな。ルーは嬉しそうにしている。この状況で赤ちゃんは楽なもんだぜ。さあ、イカ様、配送端末にアクセスしてキューピッドをつないでくれ。よし、ほい。うん、さあつながったぜ。グレネードランチャー、よくやったさん、うん、第一次遠征隊以来タールベルトより西に行った者はいないだろう。その配送センターも何とか動いてくれている。その西にあるのがエッジノットシティ、西海岸の都市だ、うん、そのどこかにアメリが。そしてさ、結び目はあと一つ、最後のキューピッドを接続しよう。だがそれには起動アタッチメントが必要だ。カイラル通信がつながれば君たちの帰り道にもなる。だが全てつながればアメリの居場所がヒックスに見つかってしまう可能性も高くなるだろう。ヒックスより先にアメリを見つけなければ、まずプライベートルームで準備を整えろ。起動アタッチメントは受注時に渡す。出発の時その配送端末で受け取るのを忘れるなよ。うん、一旦シャワーを浴びろと。私が見える。アメリ、聞こえる。サム、ここだ。アメリ、あと一つでこの国を横断する通信網が完成する。アメリカが再び一つになる。私の名前の由来を知ってる？話したかしら。アメリカ大陸を発見したイタリアの探検家、アメリゴ・ベスプッチから来てるの。発見したのはコロンブスじゃ。アメリゴは嘘つきだったの。だからそもそもアメリカは嘘で始まったの。アメリ、私はビーチにいる。私が生まれた、私とあなただけの。ヒックスに見つけられるはずがない、絶対に。だから安心して、あなたはエッジノットシティにある最後のキューピッドをつないで、シティ内の配送センターにあるプライベートルームで落ち合いましょう。サム、あなたに黙っていたことがある。ずっと嘘をついてたの。あなたの前では仮面をかぶっていた。すべてヒックスが言っていた通り、私は人類を滅ぼすことができる。私は絶滅そのもの。それはどういうことなんだ。私は絶滅を望んではいない。私はこの世界とみんなとつながっていたい、そのすべてと。だから私を助けて、私を絶滅させないで。あなたをビーチで待って。アメリ、アメリ、うん、とりあえずシャワー浴びよう。アメリが絶滅、アメリがヒックスに捕まるとどうなるんだったっけ。アメリがボイドアウトすると全員が死ぬんだっけ。どうだったっけ。もう完全に久々すぎて忘れちゃったな。
あしっかりお尻も見たところで、 X グレネードナンバーゼロ。さあ助けに行こう。よし、最後の年をつなぐぞ。この人も最後はどうなったんだろうな。サム聞こえるか。うん、配送端末で依頼を受けてくれ。はい。エッジノットシティへカイラル通信機とアタッチメントを配送せよ。 OK。 サム、いよいよだ。エッジノットシティに最後のキューピッドを接続しよう。うん、最後の結び目にはカイラル通信の起動に必要な起動アタッチメントが入っていない。うん、テロリストの妨害を避けるため、安全を守るためだ。この起動アタッチメントは今君がいる配送センターにある。うん、荷物を受け取ってエッジノットまで運ぶんだ。うん、災害なことにシティ配送センターの機能に今のところ問題はないようだ。荷物を納品すれば自動でカイラル通信のシステム中枢に結合される。さあ、あともう一つ、起動アタッチメントには個別認証 ID がある。うん、もし紛失してしまったらカイラルプリンターでは複製できない。つまりそれは変わりがない個体だ。配送の途中でなくしたり壊さないようにくれぐれも注意して運ぶんだ。繰り返すが、これが最後の配送になる。分かってるな。頼んだぞサム。任せとけ。 RD グレネードランチャー。うん、その武器はグレネードを打ち出すランチャーね。うん、装填する弾の種類によって相手に与える効果が変わる。発射後の遠隔操作によって最適なタイミングで起爆させることができるわ。うん、持っとこう。可愛い、どうしようかな。スピードスケルトンにしとこうかな。さあ行きましょう。いやー、距離的には短いと思うけど絶対ヒックス来るから。いいね、グレネードランチャー。ちょっとこれでヒックスをぶちのめす。よし、さあちょっと一応飲んでおこうか、モンスター。 OK、帽子もかぶっとく。うん、 OK、 最高じゃないか。頑張ってくださいと。向こうだね。たくさんみんなここでおしっこしてる。はい、やめー。やはりこれ BT 機あれかな、普通の BT かな。なんか金の BT とかな気がするな。金 BT は捕まったら即死ですからね。一瞬で終わりですよ。ミッション終了になっちゃう。はしごとか置いてある。必要なのか、もしかして。俺全然何も持ってきてない。武器しか持ってきてない。
ケースリペアスプレーは持ってきたけど。ん？え、ノーミス？何これ、ちょ試しに1個投げてみようか。近づいてくるのか、何発ぐらい？あ、一発だね。キョッキョッキョッ、ほいほい、よかった、アサルトできて。ほい、これでも怖いな、気づかず近づかれてたら。おお、おめ、よし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 、ちょっとオドラデクを要注意だな。よいしょ、 OK、 後ろ大丈夫？ほい、よいしょ、これいける、登れる？よいしょ、ちょっと不安だから全部壊しとこう。やべやべ、なんか近いぞ、来た、よしよしよし、よいしょ、クック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 、怖い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 、何されるか分かんないのがめっちゃ怖いんですけど。よし、ナイス、よいしょ、よし、おお、お、特急シェルターだ、うん、オッケー、まだ遠いね。まっすぐか。いやー、ここではしごとか必要になるんかーいって感じですよね。ロープ一応あるけど、んー、でもロープ下に刺さってんな。頑張ってください。うるせえ、ん、ほい、よし、よいしょ、さあガンガン進んじゃおう。うわ、なんでこれ、よしよしよし、 OK、音が怖い。 いや、普通の BT もいるんかーい。うん、ちょっと、あー引っかかった。いやー、やべやべ、金の BT だ。まずい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 、捕まったら死ぬ。頑張れサム、やばい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 、よし、危ない危ない危ない、これ本当に捕まったら即死なんですよ。怖え。あの普通の BT に捕まってそこで死んじゃった場合、戦いに負けて、そうするとそこのね、そこにいた BT が全部金色になるんですよね。そんで、よいしょ、捕まると即死してしまうようになってしまう。
足折れただろ今。よいしょ。ガンムシガンムシ、よいしょ。これがスピードスケルトンの力。ただよいしょ、よし、OK。 ふう、なんとか切り抜けた。ちょっと赤ちゃん怪します。いやマジでスピードスケルトンで来ないとめんどくさいことになってた。あれは確実にめんどくさかった。私の判断にも万歳。さあ到着。スーツに付着したカイラル物質洗浄、異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。充電もしたいな。よし、ほい、納品。うん、これはこれ BB だよね多分ね。通信の結び目に起動アタッチメントを接続します。うん、さあつないで、これで全部がつながったと。アメリカがつながった。4連装ミサイルランチャー、確実にもうでかい敵が出ますよって感じだよね。ついにやったなサム、うん、我々のカイラル通信は北米大陸を横断した、うん、この国は再び一つになった。ユナイテッドシティオブアメリカの誕生だ、うん、今後はたとえどこかの結び目が破壊されたとしても、もうカイラル通信の接続が解除されることはない。カイラル通信はつながったビーチで全て維持されているからな。そしてサム、我々には最後の任務が残っている。 UCA の新しいリーダーだ、うん、ブリジット・ナギアとこの UCA をリードできるのは彼女しかいない。最後の大統領の娘、アメリカという名を持つアメリ、彼女を何としても救出してほしい。アメリと合流してくれ。カイラル通信がつながった今、アメリの居場所はヒンクスにも見つかる可能性がある。前にアメリが言っていたように、そこのプライベートルームで合流するんだ。プライベートルームで待機してくれ。うん、サム、お疲れ様でした。いや、なんかあると思うんだよな。なんかあると思うんすよ。まず寝るんだよねこの人。サム、やっと来たわね。待っていた。え、サム、私よ。一番初めに出た。サム、聞いて。BT ってアメリだったの？私は絶滅体なの。
急上昇。さあ臨戦状態スタンバイというところなんですが、準備してください。今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。では俺のフィギュアを見てくれ。こんな状況だけど。